この英語礼拝を始めたいと思います。
そしてこれから始まるこの1週間にあなたは常に私たちと共にいてくださいます。私たちは自分 の, その、これからの1週間がどのような1週間であるかは、知ることができませんが、あなたは全てご計画を持って私たちを導いてくださいます。そして、あなたは私たちに、愛を持って常に、私たちを支え、そしてもし私たちが、落ち込んだ時にも、そして悲しみに打ちひしがれた時もあなたは、それを支えてくださり、あなたの優しい言葉によって私たちを、立ち上がらせてくださいます。And that you are constantly pouring out your love to us, and whenever we get discouraged or are in despair or in sorrows, you are ready to give us your hand of help and lift us up.そして、私たちの心がどうかあなたをいつも、見つめ、そしてあなたのその愛をいつも受け取ることができますように、どうかお導きください。そして、この教会に集われました兄弟姉妹、そしてインターネットを通じて、この日曜礼拝に参加されている兄弟姉妹たちのこれからの1週間をどうかお導きください。そして守りください。フィリピンに行かれました新川姉妹、そしてそのご家族の皆さん、そしてオーストラリアに行かれましたブライアン兄弟、カトリン姉妹の、これからのこの働きをどうか用いてください。Yes, that you will use and guide
works being done by our brothers and sisters, especially Sister Nipa and her family in the Philippines, and Brother Brian and Sister Cutting in Australia.そして世界、そして日本の各地にこの教会から行かれました兄弟姉妹たちのこれからの1週間を用いてください、そしてお守りください。このことをイエス・キリストの名で信じて感謝してお祈り申し上げます。アーメン。よろしくお願いします。